今日もね、じゃん、今表参道でこれから、ジムに行ってくるんですけど、これはね、できましたね。ライジンアールバンチ表参道のこの交差点のところなんですけれど、こんなバカでかいあの敷地で、これな、あのね、あれなんですよ、エナジードリンクのあのライジンっていうところが、大塚商会さんですね、がやっているところで、奥はカフェになってて、なんかね、サンドイッチとか、そういうのもね、食べれるみたい。なんか、どうなってんだろう。こんな感じで。で、エナジードリンクだけじゃなくて、まあなんかね、いろいろ、なんだろうね、これね。脇っちょこんななってんだ。これいつもの大好きなタイ料理屋さん、こんなになってて、あ、ここはもう本当にあれだね、この脇っちょはエナジードリンクだけでみたいなね、なんかそういう感じっすよ。これ上もなんかこんな風に、ここで休憩スポットじゃなくてご飯食べるみたいになってるね、これね。なんかこんな感じでした。新しいおもさんのスポットでした。はい、こんばんは、久しぶりにね、アルファ73で Vlog スタイルなんですけれど、今日はね、夜ご飯じゃん、また今週もあの六本木ヒルズ来てます。で、今ね、人生初体験、今あのおもさんからヒルズまでタクシーで来たんですけれど、あのタクシーの人がね、なんか道間違っちゃったとかって、そんなに間違ってないんですよ。どこだったかな、並木のところ、わかんない、違う、タクシー会社さんわかんないけれど、0円にしてくれた、人生初体験です。いやー、しかしね、この GoPro8 使っての Vlog 撮影っていうのも、先週の週末、あの1週間半ぶりぐらいだったんですけど、アルファ 7-3 持ってこうやってジャーンってあの Vlog やるのね、もう本当にどのぐらいぶりだろうみたいな、あ、そんな感じです。ママがね、レオの中学校の今日はね、保護者会に行ってて、で今これからね、今もうちょっとで六本木着きますなんていうので、その足でご飯屋さんです。そんな感じ。いや、しかしね、この久しぶりの一眼撮影っていうのは、あのテンションがこれね、上がりますね。いいね。はい、はい、ママも合流しました。はい、前回と同じで、あそこの、あそこ行きます、あの地下、あそこ、あの辺のご飯屋さん。うん、こい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 。はい、またあの地下のご飯屋さん到着しました。今日はとんかつ以外にしよう。はい、じゃあ今日はここのこの増田屋さん、お蕎麦屋行きます。行こう。今日はカウンター横並びです。今日は瓶ビールで行ってみます。お蕎麦屋といえば、ほい、久しぶりだな、瓶ビール。しかもこの長っ細いグラスがいいみたいなね、っていうか入れるの超下手っぴーみたいな、超下手っぴーだこれ。はい、はい、僕のはカツ丼うどんセットです。結構モリモリタイプです。レオのはうどんセット、カレーセットです。あ、カレーセットね。ママのは天丼セットだ。リノタンたちは分かんない、天丼っぽいね。天ざる？はい、すごいでしょ、全員で5人で横並びスタイルです。半端ないね、これ。さあ、なんとルイ君初の、人生初のお蕎麦を食べてます。うまい、おいしいんだ。いいね、いいね、いいね、よかった。これでアレルギー出たらビビるけど。はい、リノタンの iPad のケースはこれです。こんなのね、ゲットしました。超便利。ルイ君のもお揃いで色違い、青色、これ青色最高だよね。ちょっと正面も見して、見してあげて。こんな、これね、結構無敵、
ね、超いい感じですこれ。僕もねこれの黒いのね買ってもいいかなとか思っちゃってるぐらいです。これすごくいい。壊れないよね。あ、これは。うん。ね、手はめてね。超便利だよね。そうだよね。超便利だよねこれね。いいね。最高。よし行こう。